はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回はフォーカスゴールドという参考書の中にあるコーヒーブレイクっていうコラムのコーナーがあるんですが、そことの連動企画になります。でトピックが問題が解けるようになるための3つの鍵というこのトピックでやっていきます。で実際この、ね、トピック、このまんまの、ね、名前のものがありますので、もしね、フォーカスゴールドをお持ちの方はぜひ探してみてください。でその3つの鍵は何かっていうと、丸1丸2丸3です。 で、実はここのえっとコーヒーブレイクかなりえっとボリュームが多くて、それをかなりこうギュって詰めた上に、ハイチの個人的な意見が盛りだくさん入った内容でお送りしますので、よかったらね、最後までお付き合いください。で、今回はその問題が解けるようになるための3つの鍵と書いたんですが、1番、2番、3番、一番大事なのどれって言ったら1番です。だからちょっと多いでしょ ?1 番の部分が。 で、個人的にはですね、この一番の正しい解法を選択できるかっていう、まあどっちかと,いうと右のね、部分、まあ、穴埋めになってますけど、この部分の意識を持ってるかどうかによって、もう運命の差があります。自分の中では、そこがね。例えば、なんかレベルで言うんだったら、じゃあね、これをね、まだ持ってない方をレベル1としましょう。そしたら、この意識を持ちながら勉強できてる方ってのはもうレベル50みたいな、1と50の違いぐらいに違うんです。 で、2番があると、レベル50だったのがレベル62。こっちがあるとレベル72みたいな。だから、この部分がちゃんと意識できてるかどうかがすごく大事だから、まあ、動画ね、もしかしたら長くなってるかもしれないんで、よかったら1番だけでもいいんで聞いてってください。2番、3番、まあ、まあ、暇だったらでも構わないからさ、ぜひお願いします。で、どういったことかっていうと、まあ、正しい解放、つまり正しい解き方ね、を選択できるかどうかっていう話。 で、これはもちろん小学生、中学生、高校生、全部に当てはまることですけど、何か問題見たときに、当然、うんって、すぐね、解き方が思いつくもの、突ぐに正しい解き方を選択できる問題もありますけど、そうじゃない問題も出てくるじゃないですか。で、その時に、え、何からやればいいのって思ったり、自分の中で、あれ、これも、これ、どっちで、どっちの公式使うんだろうみたいな、どれ使ったらいいんだろうな、みたいな迷いが生じるわけです。 ね。で、それをね、まあ解消していくというか、それをできる限り減らしていくためには、どういった意識を持ってるといいかっていうと、日頃からね、勉強するとき、日頃から自分の考え、つまり発想です。自分の発想にほにゃららを持つという意識を持って、持ちながら勉強しましょうって。それが、どんな意識かっていうと、根拠です。 自分の考えに根拠を持つという意識を、それを持ちながら勉強する。これがあるかどうかです。で、ま、あそうですよねって思う方も多いと思います。これ中高生の方がね、見てると思うんで、多くはね。で、ちなみにこの根拠を持つっていう時のキーワード、ひらがな2文字。常にこの言葉を頭の中に思い浮かべながら勉強していくんです。なぜって。なぜ この問題を解くときに僕はこの公式を使ったんだろう。なぜこういう解き方をしていったんだろうっていうのがちゃんと自分の中で明確になってるかどうか。それが大事。で、ちょっと話がそれます。今ちょっと編集で問題1個ボンって出します。で、これは小学生でも解ける問題です。えっ、ー、と、あんまね、編集でちゃんと時間取れないんで、シンキングタイムは5秒しか取らないんですが、皆さん解いてみてください。あの、小学生で解ける問題だからね。いきますよ。読みます。えー、100人。 人が並んでます。縦に。100人並んでるよ。100いっぱいね。で、ハイチ君はですね、後ろから81番目にいます。いいですかハイチ君は後ろから81番目。それでは、ハイチ君は前から何番目にいるでしょうかはい。5、4、3、2、1。はい。ということで、答えは20ですよね。20番目になります。で、これを皆さん、もしね、ちゃんと式を立てろと言われたら、まあ、多くの方が100引く。 81プラス1とやると思います。もしかしたら最初から100-80にする方もいるかもしれません。まあ他の式もあるかもしれませんが、今回は100-81プラス1と、まあこれが多分一番メジャーかなと思うので、これでちょっと説明するんですけど、これ、まあちょっと、この問題の解き方はね、あの長くなっちゃうかちょっと端折りますが、なぜプラス1をするんですかって、まあざっくり言うと、後ろから81に引いちゃうとさ、ハイチ君自分いなくなっちゃってんだよね。81に抜いちゃってるから。 だから、その自分を戻さなきゃいけないから1を足しますよ、みたいな感じ。まあ、他の説明の仕方もありますが、なんでプラス1をしたんですかなんでっていう。これが、まあすごいね、中高生からしたらさそ、もっともっと難しい問題の話になるよ。高校生なら予言定理なんでここで使ったんとかね。あるけども、そういったなぜっていうものを常に考えながらやっていくことがすごく大事です。 で、話がもう一個逸れてごめんね。でも、あの、小学校の時から自分がね、あの、皆さんがやってる問題集で <laughs>、よく思ってたことがあります。特に、熟考師の時に思ってたことなんですけど、皆さん、振り返ってください。小学校の時の計算ドリルとか。あれってさ、足し算ってトピック書いてありますよね。足し算って書いてあって、文章問題3、4問載ってたら、全部足し算でしょ。基本的に。って、解く方が多いんですよ。え、そりゃそうだよね。だって足し算って書いてあんだもん。で、それって、 ももクソもないいんででですよ足足ししし算算書ててあるからどうせ足し算でしょってで自分は塾講師の時に、まあ、うちのね、塾で配布されてた問題集もそのタイプだったんで、すげえ嫌だったんですよ。まあ、使ってましたけどね、買っていただいてるんで。でも、自作でプリントをたくさん作って、あの、意地悪なの先生だったんでね、足し算って勉強してるのに引き算のね、文章問題混ぜたりとか、掛け算割り算やってる子だったら掛け割りの勉強してるのに足し算引き算の問題混ぜたりとかね。 して、ちゃんと自分でなんで足し算にするんだろうとか、なんで掛け算使うんだろうっていう根拠を考える癖をつけさせたかったの。それを実行しの時ずっとやってたんですけど、そういうのを常に考えながらやってほしいんです。 だからみんながやってる勉強っていうのは難しい問題が多いですよね。今の説明よりはもちろん。でも、それの勉強してる時も常になぜ自分はこれを使ってるんだろうってことを日々考えていくと、それが経験値、前の動画ね、やりましたけど、ストックになってて武器になっていって、知識が繋がっていきます。で、新しく初見問題、初めましての問題に出会ったときに、その正しい選択ができるようになっていく。つまり、この赤んね、赤枠で書きましたけど、 問題が解けるっていうのは、自信を持って解放、つまり解き方ね、を選択できる状態です。足し算って書いてあるから足し算をやるんでしょじゃないんです。こういうふうに、いろいろ今までの経験値からいろんなことを考えて、だからこれを使えばいいんでしょって。自信を持ってできるかどうか、そこが大事。それは日々やっていかなきゃいけない。で、この説明ここまで聞いても、ああ、わかりましたって思う方もいると思います。今まで持ってなかった方はぜひ試してみてください。で、ここね。 この、えー、と発想を持ちながら勉強するっていうのは基本的に誰でもできます。きっとこの動画で感化されて、あ,あ,る,ある程度のね、パーセントの方はやってくれると思います。でも大きな違いが生まれるのが、これ、やり続けるのがすげえ大変です。その習慣にならない。その前に、やっぱりもともとそうやって考えてなかった方は考えない方が楽だもん。そう、だからちゃんと根拠を持つというか、あと、発想に根拠を持たなきゃなっていう、なぜなんだろうっていう意識を持ち続ける。 で、それができるかどうかがさっきのレベル1かレベル50の違いになっていくので、まず一番としてこの部分を意識を今までもし持ってなかった方とか曖昧だった方は、まだこれ多分4月の末とか5月の頭に投稿してるので、まだこれからだから、新学年ね、新学年のこの数学の勉強において、これをしっかり味方につけてやっていってください。いいかなちょっと長くなっちゃったけど、2番3番行きましょう。で、2番は正しい解法を正しく使えるか。 つまりさっきね、解放選びましたと。それ正しく使えるのっていう話です。で、これはね、上で選択できるかって話がありました。でも、覚えててほしい。選択できることと正しく使えることは、not イコールだよ。本当はニアリーコールと迷ったんだけど、not にします。違うぞって。で、これは何が言いたいかっていうと、問題をね、例えば皆さん問題集やってる時に、できるようになった気がしてて、実はできてないってことありません で、ここの部分が言いたいんです。つまり、自分でそうやって解くんだよねって選択できる気になってるけど、じゃあ自分で問題解けますか解けませんでしたねっていう。で、これは、あの、勉強頑張ったのにテストで結果が出ない。で、これは結構ね、理由が何個かあるんで、1個じゃないんだけど、そのうちの1個の要因としては、ここが当てはまります。選択できる。で、下にホニャララマジックって書いたんですが、漢字がちょっと忘れちゃった。ごめんちょ、見ます。カンニング。 これはね、よーく覚えててほしい。特に、もし中学1年生の方とか、その中学1年生の親御さんとかが見てらっしゃったら、ここすごい覚えててほしくて、えー、模範解答マジックです。模範解答マジック。これ言葉覚えておいてください。何かっていうと、あの、問題集やってる時に間違えました。模範解答で解説見ますよね。あ、そうか、こうやって解いてくんだ。ここでこれか、みたいなのあるじゃないですか。見て、あ、そうだよね。うわ、マジできた惜しかったなーって思って、 それで終わらせる方いますよね。で、これは、その模範解答を見た瞬間にできる気がするんですよ。あ、選択できるようになったなって思うんですけど、じゃあ、後々、翌日とかに自分でやったらできますかってできないんだよね。で、これは、こうやって、この落とし穴にはまる方はめちゃくちゃ多いです。特に中学生。特に中学1年生。中学1年生は最初の中間テストは難易度が低いので、なんとかなります、基本的に。で、次です。期末テストですね。 ちょっと内容が難しくなっていくので、その勉強法でいくと、ここの、えー、模範解答マジック、まあもう、トラップですね、もっと言うと。トラップにはまるということが起きますので、模範解答見るのはもちろん大事だよ。大事で見てほしいんですが、ちゃんとできるようになった気がするから自分でやってみようっていう。ここまでをセットでやってみてください。で、ラストです。え煩雑な計算を正しくできるか。 え中学生の勉強は、はでもそうですし、高校生はね、もちろんいっぱいあるんですが、もう煩雑だったり複雑な計算いっぱい出てきますよね。なんか糸が絡まったみたいな感じだってどうはどうやって解けばいいんだっていうね、こう頑張って頭の中で考えていくわけなんですけど、そういったちょっと難易度が高い問題をチャレンジしていくときに、ミスの理由としては大きく2個あります。それが、計算の仕方がわからない。で、下が計算ミスとか、天気ミスって書きました。まず上は単純に実、ごめん、噛んだ、実力不足です。 計算の仕方がわからないのはね。その、前々回かな、数学の、なんだっけな、数学の、あ、数学は暗記科目っていうトピックで動画撮ったんですよ。このシリーズ、概要欄にリンク全部貼ってあるので、よかったら見てみてください。そこでもやったように、自分の中で経験値っていうストックを貯めていく。いろんな問題を解いていて、いろんな武器を手に入れて、いっぱいストックを作っていくと、あ、この武器で戦ってみた。うわ、ダメだ。じゃあこの武器で、よっしゃみたいな感じで、いろんな武器を持っていくことができるんだけど、武器が足らないんです。 計算の仕方がわからない単純実力不足だから上に戻って何度も何度もいろんな問題にチャレンジしてもっともっと武器を増やしてからもう一回チャレンジしてねっていう話シンプルなとこで言うとねでまあこれはいいんだけど次計算ミスまああとケアレスミスみたいなとこなんですけど天気ミスって書きましたでこれは別に数学だけで言えることじゃないんですけどよくねこういうミスが起こるから気をつけてねっていうところ、まあ、ケアレスミスに関してはもうねキーワードとしてこれを覚えてください癖。 計算ミスとか、ケアリスミスってね、すごくね、私ケアリスミスが多いんですっていう方多いんですけど、違うんです。ミスにも絶対癖がある。A 君と B さんの癖は違うから。例えば俺だったら、俺は本当分数のミスが圧倒的に多くて、高校の時から。だから、分数の問題が出てきた時にはもう身構えるわけよ。ミスをしやすいって分かってるから。でも、身構えるから癖が分かってるからこそ、その分数の落とし穴にはまりにくくなる。だから避けられるよね。 これはみんなが普段勉強してるときに癖ってわかるじゃん。で、あ、こういうミスしちゃったよ、またかよってわかるからそれを情報としてストックしておいて、それを活かしていくと。計算ミスとかケアレスミスを減らしたい方は、この自分の癖っていうのをよくわかっておいてください。で、この天気ミスっていうのは、数学あるあるだけど、例えばね、 ま、関数の問題があるじゃん。こう、じゃあ、二次関数とかっていうのが直線とかあった時に、その問題部に座標書いてあったりするよね。その座標書いてあるの書き写し間違うとかね。で、最初に写し間違ってるから、全然計算合わなくなんでみたいなことが起こって後々気づく。15分無駄にしたみたいなことがあり得るから、そういった天気ミスだったり、あとは、結構、えっとね、計算するときにさ、 約分とか、こう、掛け算掛け算ってこと、こうやってやるじゃん、いろいろ約分を。その時に、結構ちっちゃい文字で、ごちゃごちゃって、ここ、XY2 乗みたいな。結構ね、その、詰めて書いたり、ちっちゃく書いたり、まあ、汚いって言い方は悪いんだけど、読みにくい文字で書いたりすると、意外とここの2乗をさ、後々見逃して書き忘れるとかって起こるんだよね。で、これは、普段から、どういった計算途中式をね、書いておくと、ミスが減るかなっていうのは、もうこれは普段よ、また。 普段やっていく中で練習していくと、こういった計算ミスとか、天気ミス、ほんともったいないミスっていうのは減っていくので、この辺もぜひ意識していってください。 はい。ということで、ちょっと長くなってしまいましたが、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。ぜひね、あのー、全部いきなりやれってわけじゃないです。まずは第1、第1段階からと思うんですが、本当にこの意識を持ちながら、これ数学だけじゃないからね、他の科目でもそうですけど、この意識を持ちながら、なぜって根拠っていうことを考えながら勉強していくと圧倒的に定着率が変わります。疲れるけど、めちゃめちゃ。 でも、これがやることによって実力は確実に伸びていくので、この辺を意識しながら新学年、いいね、学習習慣をぜひね、つけていってください。ということで、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。